16年間お疲れ様でした。ひろゆくんのサッカーへの熱意、そして練習試合へ 100% で取り組む姿勢、多くのものを学ばせていただきました。第二の人生もひろゆくんらしく笑顔で楽しく過ごしてください。本当にお疲れ様でした。元清水エスパルスの杉山浩太です。ひろゆ選手、プロ選手生活お疲れ様でした。選手としても同い年の友人としても尊敬しております。次のステージでも活躍期待してます。こんにちは、原和樹です。ヒロ、16年間現役お疲れ様でした。清水エスパルスでは4年間大学でも4年間一緒にプレーさせてもらって、ヒロのキャプテンシーに僕は救われて引っ張ってもらいました。セカンドキャリアでは僕の方が先にスタートしているので、何か質問など何か相談ありましたらいつでも連絡ください。本当に現役お疲れ様でした。どうも、藤本純吾です。ヒロ、16年間お疲れ様でした。ヒロとは大学選抜清水で一緒に試合をしましたけど、本当に頼りあるキャプテンシーの強いディフェンスでした。まずはゆっくり休んで、次のステージでも長く活躍できるように頑張ってください。本当にお疲れ様でした。ヒロさん、16年間現役生活お疲れ様でした。ヒロさんとは一緒に入団してなかなか先の見えない時間を過ごしていましたが、今年一緒に対戦することができてすごく感慨深かったです。これから新しい人生を歩むと思いますが、ヒロさんなら必ず楽しい人生を過ごしていると思います。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ヒロイ君、16年間現役生活お疲れ様でした。エスパルスで約4年半本当に、お世話になり、楽しい時間を過ごさせていただきました。セカンドキャリアも応援しています。お疲れ様でした。京都サンガ FC の大前元気です。ヒロ君、長い現役生活お疲れ様でした。お兄ちゃんみたいなヒロ君が現役を引退するのは寂しいですけど、次のステージに行ってもヒロ君らしく頑張ってやっていってください。